皆さんお疲れ様です。おもちゃ好きゆうきです。今回紹介するおもちゃはこちら、ベブルバースト P164 ランダムブースター20になります。いやー、なんとか8個購入できました。で、こちらダブったものはプレゼントしますので、一緒に楽しんでもらえたら。プレゼント応募方法はタイトル下の概要欄に URL 貼ってありますので、そちらにアクセスしていただけますと誰でも応募できます。で、キーワード打つところあるんですけど、キーワードは動画内で言いますので、そちら打ってもらえますと応募できます。今回もよろしくお願いします。プレイ。はい、早速見ていきたいと思います。ベイブレードバーストスパーキングレイヤーシステム、レアカースタタン HR-UN-1D シスコカーライルモデル。いやー、シスコ帰ってきました。 B164 ランダムブースターボリューム20。いやー、ローラー搭載超ディフェンス、シスコサタンといったらローラー、いいですね。ディフェンスバースト右回転スパーキング、裏にはいろいろ書いてありますね。セット内容がそれぞれにありますね。で、スパーキングレイヤーシステムのことが書いてありますね。シングルシャシ、ダブルシャシのこと。で、カースタタンのことが、このスペックを見ますと、攻撃力がなくて、防御感もめちゃくちゃ高いですね。で、持久力は普通。重量は、まあ、ある方ですね。で、機動力も普通。で、バースト力はほとんどない感じですね。で、こちら、キアマランジローモデルも入ってます。グライドラグナルク紹介したと思うんですけど、そちらは組長のランタローなんですけど、こちらランジローモデルがアニメで出てきますね。いや、嬉しいですよね、こういうの。 P164-02 のリングと P164-03 のスパーキングチップはキアマランジローモデルになっているぞ。いやー、こういったのも嬉しいですよね。で、カースサタンのことが書いてありますね。スパーキングチップ、サタン、悪魔王サタンモチーフ、ベイブレード全体をロックする右回転スパーキングチップ、リング、カース、外側に配置された5つのローラーで攻撃を受け流しダメージを受けないディフェンスタイプの右回転リング、シャーシ 1D。 これ 1D っていうのは1つ目のディフェンスタイプってことですね。1つのディフェンス、1個目のディフェンスタイプですね。内重心の形状により軸がぶれにくく、ロックの硬いディフェンスタイプのシャーシ。ドライバーがユニバース、大型の半球軸と外側のリングがそれぞれフリー回転することで攻撃を受け流しつつ倒れにくいディフェンス系ドライバー。これ初めてですよね。いやー、まあ、全部初めてですけど、いやー、いいですね。で、全8種のうちいずれか1種が当たる、まあ、カースサタンか、カースラグナルク、ネイキッドバハムート、アースアクライ、クライドハイペリオン、タクトディアボロス、ユニオンスプリガン、フレームサジタリオン。いやー、どれも欲しいですけど、やっぱりレアのカースサタンでキアマランジロモデルも揃えられたなって思ってます。いやー、早速開けていきたいと思います。8個中の1つ目、いきます。楽しみだな。黒くなってますね。ドキドキしますよね、こういうの。本当にワクワクドキドキ、何が当たるか分からない。何が来るか。1回目、いきます。ディスクですね。そしてこっちが、これネイキッドバハムートじゃないですか、もしかしたら。いや、持ってないんで全部嬉しいんですけどね、本当に。なんだこれ、すごいな、綺麗ですね。まず1つ目は、まず1つ目はネイキッドバハムートでした。これでもドライバー嬉しいですね。ユニバース新商品で、ディスクとこれですね、ネイキッド。はあ、次は、いやー、これあとまたレビューしていきたいと思うんですけど、今回は開けていきたいと思います。まず1つ目、2つ目いきたいと思います。皆さんアニメ見てました？すごい面白いですよね。5月はシスコが戦ったりするんじゃないでしょうか。で、5月の後半に多分フリーが、あのエンディング見てるとフリーが出てくるんですけど、次に
フリーレで5月の付録見ました、おまけの。プレイバルキに出てきたんですけど、あれが、もうファブニーだったんで、回転吸収って書かれてたので、確実に、あれかなって。フリーかなって思ってます。5月、後半から6月は。お、違うやつです。開けます。おー、違うやつですね。2個目は何だろう、これは。あ、これ、あ、当たりでした。おお、すいません。あまりにもよくわかんなくて、本当に申し訳ないです。全然わかんなくて、多分、カーサタン、来ました。2回目で。なんだと思って、今、これで今気づきましたね。ユニバース、紫。あ、よかった。マジ嬉しい。いや、なんか、何があんだかわかんなくて、すいません。ちょっと驚けにも驚けなくて。いや、嬉しいです。とりあえず、これが一番欲しかったんで、カーサタン。もうこれが当たればめっちゃ嬉しいですね。なんか色が、あ、こんな感じなの。あ、結構暗いんですね。と見ながら、あ、こう、あ、結構暗いんですね。あ、こういう感じですか。おー、ユニバース紫。なんかサタンって言ったら結構紫のイメージが強くて、すごいな。よかったです。まず、ダブってないです。今、2回目で。2個目でカースサタンが出ました。いや、よかったです。すいません、なんか、ちょっと、気づかなくて。いや、嬉しいな。いやー、これレビューできます。カーサタンの動画出しますんで。いやー、嬉しいです。で、3個目。さあ、こっから。これでダブんなかったら、本当に視聴者さんには申し訳ないんですけど、いや、めっちゃ嬉しいですよ。ダブんないでほしいです。ダブんない、これ1個8個よ。全種類。当たれば最高ですよね。さあ、次は何でしょうか。ちょっとランダムブース開けるの大変ですね。なんかもう、頑丈にされてるんで。全部がしっかりとテープで。3つ目、こちら多分レイヤーだと思うんで、こっち開けていきます。さあ、何が出るか。すいません、不慣れで。いきます。さあ、ダブんないでくれ。ダブったか、ダブったか、もしかして。え、これ色が分かりづらいんで。いやいやいや、ダブったでしょう。まさかの3個目でダブりました。いや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 。ネイキッドバハムートさん来ました。でしょ、ダブったでしょ、ほら。うわぁ、これで1人ネイキッドバハムート持ってってください。プレゼントです。確定しました。いやいや、3つ目で出たか、こんな感じか。はい、4つ目、開けたいと思います。ここから出しました。今回、ダブりじゃないっすね。これ、黒いやつが4つ付いてきました。なんだろう。まず、レイヤーの方から開けたいと思います。さあ、なんだろう。オープン。なんだ、これは、オーヒカゴールドだ。なんだろう。開けたいです。お、グライドハイペリオン。来ました。ダブんなかったです。そして、これが、ディスクに、で、これが、レーム、で、これがドライバー、サバイブですかね。いやー、ダブんなかったです。4つ開けた状態で、まあ、ふざぶりましたね。さあ、残り4ついきましょう。5個目、いきます。袋が3つでした。うわー、ダブんないでくれよ、本当に。きついよ、ダブったら。さあ、こちら、レイヤー、開けていきたいと思います。お願いします。さあ、なんだ。この袋入ってて分かりづらいんですよね。お？これは大丈夫か？ユニオンか？さあ、来い。おー、ダブってない。一瞬緑だったんで、このネイキッド。に一瞬焦るんですけど。いやー、よかった。ダブんなかったです、なんとか。おー、グリーン。ユニオンスプリガン。来ました。ユニオンも好きですし、スプリガンも大好きなんで。で、こっちが、いつものダブルを純粋に強い。そして、こちらがドライバーの、クイックダッシュ。おー、カラーリングもいい。綺麗ですね。
ランダムブースはこの色がいいですよね。いつもとちょっと違っておしゃれですよね。6個目開けたいと思います。意外とダブんないですね。これいい方じゃないんですか。8個だけ買って、本当は8個買って8種類全部開けたかったんですけど、あとメタルファイト系ちょっと強そうだなと思って欲しいなと思うんですけど、どうなるか。世代が本当は僕はバクテン世代なんでメタベはそこまで詳しくないんですけど、まあ強かったなってメタベ使って思ったんですけど、さあ何だろう。5個目はこちら、6個目開きたいと思います。この大きい袋がレイヤーだと思うんで、いきます。さあ来い。これはまさかのダブリカ、ローラーみたいのが見えるけどダブリカ。お願いします。基本ダブんないでほしい、ダブんないでほしいけど、やはりカースサタンはレアだけど多めに入っている模様です。カースサタン来ました。いやでもカースサタンはプレーンと増したいなと思ってたんで、逆に嬉しいって嬉しいですね。まあしょうがないです。カースサタン2個目、カースサタン逆に8個入っててもちょっと面白いなと思ったんですけどね。でこちらがハリケーンで、ユニバースが来ますね。新規パンツのカースサタンとネイキッドバハムートが確定されました、プレゼントで。さあ7個目開きたいと思います。でこれ楽しいな、ランダムブースターと。 YouTube やる前はこういうの経験なかったんですごい楽しいです。他の動画見たり、レオトイさんとかめちゃくちゃいい動画出すじゃないですか、最高の動画、ああいうの見たりしたんですけど、すごいですよね本当に。知識も豊富ですし声もいいですし分かりやすくて、でいろんなこと語ってくれて本当最高の方ですよね。なんか発売されたベイブレード、レオトイさんの動画見て自分が触った感じになっちゃいます、聞きますよね見てて。でこちら3つ、いや怖い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 、嫌な予感してきました。こういう感じかランダムブースターって、もしかして怖いな、この形が怖いんですよもうすでに。さあ7個目お願いします、お願いします。マジか、こういう感じ、いきます。え、おお、メタファイ、嬉しい、メタファイ来ました。これはフレームサジタリオンじゃないですか、フレームサジタリオン、いや嬉しいな、メタファイ来た、メタベイで、これがダブルオー、まあダブルオーはいつもの、これがキープダッシュ、取りにくい、これ本当に取りにくい、これはめっちゃなんでこんなにもう頑丈にするんだろう、なんかあんのかな理由。いやめっちゃ取れないなこれ。おおすごっ、キープダッシュ、カラーリングがまたいいですね。いやーいいなーこれ、すごい嬉しいです。フレームサジタリオ当たりました。もう結構これまあ2つかダブリで、最後に8個目開きたいと思います。いやー最後の最後でもう一つメタベイ、いやーもうラグナルクはしょうがない、諦めよう。いやーいいなー、16個は買ったりしますもんね、動画見たりすると倍ですもんね。いやー金銭的にきついな。8個目いきます。最後何が来る、黒は3つですね。どうもうどうせならアースアクイラ来てほしい、できるなら。さあ何が来るか、準備できました。最後の8個目、黒い袋は3つ、レイヤー大きい袋開けていきます。さあ何が来る、オープン、お、え、マジっすか、ありがとうございます、ありがとうございます。マジっすか、メタファイアースアクイラ、いや嬉しいな、これ強いでしょ、てかこのもうこのメタベのこの丸い感じ、いや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 嬉しい、ありがとうございます。いや本当にありがとうございます。そしてこれがヴァンガード、青綺麗で、これがマージダッシュ、いやいいですね、すごいすごい綺麗、いやいいな、いやメタベイいいな、いやこんな感じで8個全部開けました。はい全部開け終わりました。8
8個中2つダブりましたね。いや、どうでしょう、いいんじゃないでしょうか。初めてのランダムブースター開封してみたんですけど、いやー、一番まあ嬉しいのはやっぱカースターターン嬉しいですね。で、こちら視聴者さんにプレゼントできるのも嬉しいです。で、こちらのネイキッドバハムート、こちらも1名様にプレゼントできますね。で、こちらグランドハイペリオンも当たりました。で、ユニオンスプリガン嬉しいですね。で、めっちゃ嬉しかったのがこのフレームサジタリオとアースアクイラ、この2つが当たったのはすごい嬉しいです。メタベ、いやー嬉しいですね。こんな感じで、あとは紹介したいと思いますんで、また次の動画でステッカー貼ったりもしますので。で、こちら今回カーサタン1名様とネイキッドバフムート1名様にプレゼントします。今回のキーワードが、ランダムブースも開けてて正直楽しかったんですよ。で、これ開けるのも結構大変なんですよね。普通のブースターと違ってランダムブースはちょっと開けて、それあといっぱいもぐるぐる巻きされてるんで大変だってもしたんですけど、いやでもやっぱ楽しかったのが大きいんで、ランダムブースター最高、ランブー最高でいきます。キーワードランブー最高、またよろしくお願いします。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。